はい、どうも、こんにちは。今回でまた Life is Strange 続きやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず寮でまた 寮に入って USB 取りに行ったんだけど、ちょっとばかし問題があって、その問題を解決して、USB を持って、今度はこのやるべきことにあるように駐車場に行って、ウォーレンに会いに行こうというところですね。とりあえずじゃあ、ウォーレンに会いに行こう。会いたくて震えるからな。ウォーレンに会いに行かないといけないわ。走るのどうだっけ？あ、R2 か。OK。あ、直で行くんだ、お前。え？いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんあ！だ。黙っていないで、何とか言え。ちょっと名前なんだっけ？ケイト！おい、やめ何ろ！のことかわかりません。いや、写真だな。これ写真だよ。いいか、よ証拠く写真、聞け。証拠写真。俺の目はごまかせない。隠し事ができるなどと思わないことだ。からの仲裁、わかっからの仲た。裁。やめてください。なんで止めてくれなかったの？黙って見てるだけなんて。違う違う。マックス違うって、お前写真撮ってからやめてくださいでしケイトょ。とデイビッドの間に割って入ればよかった。なんなの、あの人。違う違う。お前さ、違うんだって。間に写真撮ってから、証拠写真撮ってから間に入んだよ。ちょっとマックス、甘いよ、そういうとこ。そういうとこ甘い。だって別の対応を試ちょっしとてみる甘いべもん、きマだ。ックス、それは。それは甘い。そう、お前は悪いわ。写真撮ってから仲裁しに行こうっていう、俺はそのつもりだった。絶対に。おい、親父。ちょっと、もうやめてください。なんだお前は、仕事の邪魔をしないでもらいたい。なんすか？生徒を怒鳴りつけ、いじめることが仕事なんです。なそうんだ。だと？人聞きの悪いことを言うな。安全を守るためだ。嘘ばっかり。お前も要注意だな。なんだこのと？ことはよく覚えておく。監視カメラおじさんか。んだお前。マックス、ありがとう。やっと追い払えたよ。もう行かなきゃいけないんだけど、本当に感謝してるから。気にしないで。友情やな、友情。友情ケイエンドトをじゃ助けられて日常ヒーロー気分だけど、鬼警備に目をつけられた気がする。戻って見て見ぬふりすべき。ん。見て見ぬふりの選択肢で写真を撮る。いや、でも写真を撮るって絶対あると思うんだよな、今後。写真を撮ったことが生きてくると思うんだよな、あれって。まあ、いっか。目先のね、目先のケイトの中でいいじゃん。またここに来たんだ。そっか、駐車場あっちか。そうだ、パーキング書いてるね。何も変わんねえな。みんなやってること変わんねえんだけど。あ、でもアイテムの表示消えないんだな、ずっと。お、駐車場だ。あ、いるじゃん。明らかにいるじゃん、一人。一人じゃなかった。あ、ジュレットい割って入る。ってよかった。ああいうのは許せない。結構いるな、てか。ジョイスおばさんがまだ働いてるか見に行かなきゃ。うん。ついでにバーガーも食べよ。誰、ジョイスおばさんって。ジョイスおばさんわかんねえんだけど。まだ車を持ってなくてよかった。カーはです。 ああ、何これ。自転車にトイレットペーパーっていじめられてない、それ。いじめじゃないの、何これ。街全体が行方不明者のポスターになりそレイチ・ランバーね。ここにも貼ってんの。う。あ、ポいっスぱい貼ってターる。を貼って回ってる人、本気だな。これでもヒントじゃない？探そう。これ、こういう、この車、ちゃんと探そうぜ、ちゃんと。わかんじゃないの、これ。偉そうでイライラする。障害のある人には悪いけど、あ、う確かちに、の駐ト車、ラックはああ。あんたらよりも広いスペースが必要なんだって本こ当とでだ、しょ。駐車スペースをオーバーしてるわ、こいつ。つか、走れるんだわ。忘れちゃう、毎回毎回。何これ。サミエルが塗り直すんだろうな、あれ。どあー、うしてよ。ザックもビクトリアもなんでこんなことするの。ここが俺のカースペースだぜってことか。ジュリエットはまだザックとビクトリアのことで動揺してる。ジュリエット、ロミオ探しに行ジュこうリエット、ぜ。
大丈夫？ああ、マックス。ごめん、まだちょっと動揺してて。ザックのこと聞いてみる。ザックのことあんな風に知ったらショックだよね。本当にひどいよ。気づけただけよかったよ。うん、これでビクトリアも陰で笑ってられないでしょ。あ、確かに確かに。ザックとは話せた？あのバカ、救いようがないくらい完全に腐ってる。エロチャットはジョークだって言い張って。バカじゃないの？なんかウォーレンが呼んでるけど。ああ、うん、あまり気を落とさないように。ああ、俺が呼ばれてんだね。ウォーレンがこの間めっちゃマックスって叫んでると思うとなんかすげえ申し訳ねえわ。俺が探索してる間にずっとマックスマックスマックスって言ってたのかな。マックス、こっちこっち。うわうわうわ、やだ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 。あいつまさかの声近かったわ。割と声近かったわ。声がウォーレン、いたいた。ちょっとかっこいいもんな。本当に中古車買ったの？本当だ。ウォーレンと時代錯誤の車よく買うよ。マックス、待ってたよ。はい、これありがとう。ま、完全にハグしに来たね今。おい、車買ったんだ。いいね、いいね、レトロな感じで。78年製だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。ナンパしてんじゃん。古いもの好きだね。まあ私もだけど。どうしたの？今日はなんかすごくいろいろあって。ビクトリアが顔にペンキ浴びたんだって。写真があったら金払ってでも見るのに。言ってくれればその話はしたくないよ。俺はしたくない。その話はしたくない。なんだよ、やけにピリピリしてんだな。茶化さないで。そういう気分じゃないの。そういや、ダニエルが君を描いたスケッチを見たよ。悪くないけど俺ならもっとうまく描ける。わ、ちょっとやっぱもう完全にもう好きじゃん俺のこと。ちょっと絵描けるの？科学専門で芸術は興味ないのかと。芸術は科学なり音楽も数学さ。ホーキング博士はピカソに匹敵する芸術家だ。陽キャではないよな、こいつは。絵を描くときはパソコン使うの？もちろん。マックスの自撮り写真も加工してかっこよくできるよ。面白そう。お願いしようかな。 USB に入れてあった映画見てくれた？いいじゃん、着替えそうじゃんこいつと。見たよね、多分見たよね、マックス。うん、見たよ。アキラとかトワイライトゾーンとか。そう、見たよね、改めて見るとすごく深くて面白かった。俺は既成概念にとらわれないポップカルチャー通だから、ね、その言い方好きじゃねえわお前。ね、急に嫌いだったわ。もう今の口調。食人族見てないの？何？見たか知らねえよ、マックスが。マックスが見たか知らねえよ。マックスが見たか知らないんだけど。見たって言っとく？見たよ。それよりチープなヴァンパイア映画の方がげんなりした。エモいヴァンパイアの良さがわからないとはね。うん、どうなのそれ。そんな言い方されると傷つくじゃん。ごめんて。ファスターブシキャット大大って何これ。ファスターブシキャット大大って何これ。だこれはでもあれだよ、一見この会話の中ですごいなんかこうなノリ悪いじゃないけどさ、雰囲気が落ち込んだ後にそのウォーレンが好きな映画のセリフを言ってあげることだよ。マックスよ、分かってんじゃんっていう、そういうね、その可能性にかけてこれ言ってみよう。ファスタープシーキャット代々まで持ってるなんて。あ、違う、これセリフじゃねえ。監督はセリフじゃねえ。天才だよ、巨乳もやばいし、ね、セリフじゃなかったわ。普通女子相手にそういうこと言う？ごめんごめん。そうそう、今週末さ、俺の車で一緒に映画でも見に行こうぜ。行こうぜ。それどころじゃないかな。聞いてくれる？話したくない。どっちよこれ。でもこれ言ったらだとあれじゃない、ビクトリアのこと話すくない？聞いてくれるにしたら。これどうしよう。でもウォーレンと仲良くなるためには聞いてくれるを選んだ方がいいのかな。どうしよう。話したくない。できれば話したくない。できれば、そうそう、いいこと言った。信じられない。いいこと言った、マックス。マックス、いいこと言った。私本気で変になったんじゃないかって思うぐらい。俺、人の話聞くのは結構得意だよ。せめてか。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫。あ、ここで話すのやめない。ここで、ね、ジェファソン先生の授業中に、うん、本当ありえない体験をしたの。いまだに信じられない。あ、そっちのこと言うの。ウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことある？
マックス・コールフィールドだな。は？お前ジェファソンの取り巻きだろ。なんだお前これ。おい、授業は受けてるけど。同じことだ。写真を撮ったな。お前女子トイレに隠れてただろ。写真撮ってねえよ俺。てめえ校長に何を吹き込んだ。言え。ちょっと、ちょっと答えろ。何の話だよおい。何の話？知らねえバカ。よそ者だからって知らねえふりしてんじゃねえぞ。もともとこの町出身だよ。いいぞお前。この町はプレスコット家のもんだ。じゃあ私になんか構ってる暇ないね。お、いいね。口を聞くな。余裕かましやがって。人の心配してる場合か。んだとこらおい。近づかないで警察呼ぶよ。でも警察呼んでもプレスコット家の下じゃないの。警察呼ぶよ。警察呼ぶよ。やってみろ。ほら、そうなるよ。いい加減にしろよ。あ、頭突き？ちょっとやめてよ。お前指図するんじゃねえ。お親も校長もお前も全員黙れ。何？引かれるよ今。今引かれたよ今ギリギリ。クロエ？え？ふざけるな。またお前か。逃げろ。めっちゃきちょっとウォーレンウォーレンってウォーレン。おいてめえらどこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。ただじゃ置かねえからな。ウォーレン。あ、警備官来た。てか、え、なんか変わったんだけどストーリーが。なんなのあのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。コーラありがとう。え、クロエって別にあれじゃないの、仲良くはないよね。ウォーレンの顔いいなお前。え、幼馴染は本田翼だよね。クロエじゃないよね。オッケーオッケー。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな。久々に会えたんだ。あ、違う、やっぱ幼馴染。え、でも幼馴染って、でもあいつと揉めてたのクロエじゃん。てか青髪だったじゃん。ってことはこのクロエじゃん。でもマックスあれじゃなかったっけ、クロエ何してんのみたいな感じの反応じゃなかったよな。あの時見えてなかったのかな。本当会えて嬉しいよ。それからありがとね。ああ今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。でさっきのは何。なんでもないよ。なんでもないよ。ねえ、姉さんとは知り合いなの。あ、プレスコット。どこらじゃ有名なクズだよ。もう一人の子は知り合い。ウォーレン。ウォーレンね。借りを作っちゃったな。ウォーレンでもかっこよかったよな。男らしいよな。トラブルまで起こして。男らしかったよな。静かな街だから帰ってきたのに全然落ち着かない、うん、シアトルは肌に合わなかったんだ。シアトルはそうなのかもね、うん、そうなのかも。ああ楽しかったけど地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそどこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろ。もちろん。写真の授業で有名な学校だし。これなんかあれだね。先生に教えてもらえるんだよ。なんだろう。つまり私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな。5年間音沙汰もなかったんだ。え、メールちょうだいよ。じゃあメール。てかさ、なんだっけあれ言おうとしたこと忘れたわ。もういいわ。じゃあ連絡したかったよ。でも急な引っ越しでバタバタして。そうそう、仕方なかったの。よく言うよ。電話くらいできただろ。厳しいな。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は。学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で連絡したいと思ってたよ。あ、ジェファソンにはそんな見えすいた嘘つかないだろ。誰ジェファソンって。先生、先生だっけジェファソンってあ、先生だね。オッケーオッケーオッケー。ちょ、クロエが彼氏みたいになってんだけど。クロエ彼氏じゃん。もうこれかっこいい。惚れるわ。何？あ、嘘、壊れちゃってるよ。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう。困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない。専用の工具がいるんだけど
そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。ああ、いい遊び行くの？あれだ、でもクロエは何なんだ？え、あの子だっけ？マックスだ、あの写真撮ってたあの子じゃな、え、どっちだっけ？俺覚えてねえわ、もう。マックスさん、写真撮ってくんない？写真撮ってよ。あ、でもクロエ出てるわ。あ、女子トイレ助けた女の子が5年も連絡を取ってなかった親友だなんてびっくり。あ、じゃ気づかなかったんだ。普通に。まあ、髪色とか変わってたもんな。シンプルに気づかなかったんだ、じゃあ、マックスは。かっけえ、クロエ。車の出方かっこすぎだろ、あいつ。どうぞ、上がって。全然変わってないね。ボロ屋へようこそ。きれいじゃん。全然ボロ屋じゃないんだけど。甘えんな。それをボロ屋っていうのはちょっと。あ、鳥ちゃんいるじゃん。うわー、懐かしい。俺は懐かしくないけど。懐かしいって言っちゃったわ。なんかいいじゃん。5年ぶりに会う友達の家に行くって。変わっただろ。いい感じ、まったりできそう。まあ、義理のクソ親父のせいでまったりってわけにもいかないけど。ドア閉めて。アメリカ国旗好きだな。タバコ吸ってんじゃん、お前。おい、音楽どこ？弾き奏でますよ、音楽。どこっすかプレイヤー。さっきかあー、これっすか。電源がないと動かない。あー、電源ある。電源に行かないんだけど。あー、つける。先輩、今音楽つけました。先輩。電源が入ってもディスクがないと開けないよ。ディスクがないと開けない。じゃあ先になんか見ようか、いろいろ。じゃあこっち側から。オレゴン州沿岸。レイチェルからのポストカード。会いたかったよ。一緒に来たかった。レイチェル、クロイ・プライス様、ウォレゴン州。レイチェル、誰だっけ、レイチェル、レイチェル・アンバーだよね、レイチェル。ああ、ってこと、あいつか、行方不明のやつか。え、行方不明のやつだよね、多分。レイチェル・アンバーだもんね。これ覚えてる。一日かけて青くなった。クロイのお気に入りの青。いいね、そういう思い出の品がまだ残ってんのはいいな。一緒に描いたの、楽しかったな。ちょっと。マックス&クロエ、彼女は殺し屋。ちょっと仲よ。パワーガール、マックス&クロエ、スーパーキャット、フリーダムイーグル、コズミックスネイル、ブラックホール剣。仲よ、お前ら仲よ。めっちゃ仲いいじゃん。まあでもちっちゃい頃はそんな感じだよな。でも言っても洗濯物袋みたい。なあ、なんか入ってんの。うわ、汚れた服の匂い。洗いよな、ちょっと。古い段ボール。危ないと、もう落とすなよ。ほら、もう。ちょっと、スノードームが壊れたじゃん。クロエは2年前にブラックウェルを退学になってる。昔はすごく勉強してたのに。本当だ、単位落としてる。え、スノードーム壊れたじゃんって言われたよ。クロエは2年前にブラックウェルを退学になってる。昔はすごく勉強してたのに。でも こんなしょうもない情報だったらいいわ。いいわ、別に壊さないよ、スノードームじゃ。こんなしょうもない情報のためにスノードーム壊さないわ。子供の頃に隠れたクローゼットの秘密基地。いいね、ある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 だよな。クロエのパパが作ったドレッサー。かわいい、パパ。クロエ雰囲気変わったな。一瞬わからなかった。まあそうだな、ウェイってなってるな。ウェイってなってるもんね、今。あ、これもあれじゃないの。クロエはいつも私より背が高くて、おじさんに測ってもらってた。うん。これは？このスーツケースにはガラクタだけ。めっちゃお酒入ってんじゃん。先輩、音楽かけさせて。ああ、ちょっと待って、めっちゃある。アルカディアベイから出るにはお金が必要だ。見積書、自動車修理、クロイ・プライス様、オレゴン州アルカディアベイ。
3006.2ドル、バカ高くない？あ、そんなでもないか。調べる。ここに何入れてんだろう。ピクチャーって書いてるよ。これ思い出の品あんじゃない？ポスターから見ようか。先に、私は好きじゃない、狙いすぎ。 So what now? あんま、なんかもうポスターがよく見えないんだわ。前にリビングにあったやつだ。見てみようか。お前のピクチャーコレクション。いい写真。クロエはパパっ子だったんだよね。あ、本当だ。やっぱこの頃と印象変わってるな、だいぶ。パパの髪の合成感すごいな。パパカツラじゃない、これ大丈夫？あ、もう印象変わったな、こう見たら。確かに。あ、CD は？先輩、DVD どこっすか、支援先輩。めっちゃ吸ってんじゃん。スパスパ吸ってんじゃん。見る。机なの？収納スペースなの？いや、わかるよ。机に乗っちゃう感じ、俺もわかるわ。中に CD 埋もれてないかな。埋もれてる？埋もれてないんかい。クロエがあのポスターを作ってたんだ。ああ、なるほどね。そういうことか。クロエのゴミ溢れでん。そんな溢れてない。そんな溢れてないぞ。駐車違反の罰金払ってない。おとなしくできないタイプだもんね。あ、それは昔から変わんないんだ。そんな昔からおとなしくできなかったことなの。あ、箱あるよ。ベッドの下に箱なんていかにも怪しい。ここで調べんの怖くないっすか？絶対注意されるでしょ、こんなの。あ、 CD あんじゃん。あ、レイチェルいいじゃん。あ、レイチェルじゃない、あれ。うわ、クロエ。おい、見るな。ごめん、悪気はなかったの。すごく仲良さそうに見えたから。当たり前だよ。話してからでもよかったかな。レイチェルだよね。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。私が貼ったんだ。親友だった。そうなんだ。パパが死んで、マックスが引っ越して一人ぼっちだった時、レイチェルに救われた。ああ、そういうことなんだ。全然知らなかったよ。パパはいないんだもん。知ろうともしなかっただろう。14歳までは親友だったのに。私の代わりに彼女が。これはダメだよ、これはダメ。私の代わりにはダメ、絶対ダメ。じゃあ、そういうこと、そういうことか。マックスの代わりにってことか。いや、今も親友だよ。今も親友だよ。連絡しなかったのは完全に私が悪いけど、レイチェルがいてよかった。レイチェルはいつも味方だった。一緒にビッグになろうって言ってさ、私とは全然違うタイプで、スターになりたがってた。モデルみたいだよね。それが夢だった、私たち二人のね。こんな田舎町出てロスに行くつもりだった。確か今はちょっとあれだもんね、モデル。ん？どうして行かなかったの？どうして行かなかったの？ご両親に、おばさんに反対されたとか。ママは再婚のことしか頭になかった。ああ、そういうことか。そうだったんだ。レイチェルはいつ頃いなくなったの？半年前、突然姿を消した。うん。私にも言わずに、一人で。どうしてわかるの？どうしてわかるのってどういうこと？レイチェルのご両親は探してるんでしょ？現実逃避してるよ。絶対何かあったんだ。他にも何か知ってる風だけど。いなくなる前、運命の人と出会ったとか言ってた。それっきり。ありそうなパターンじゃん。一度も連絡ないの？みんないなくなる。パパも、マックスも、レイチェルも、みんな。ね、音楽まだ。クロエ、帰ってきたじゃん、俺が。俺が帰ってきたじゃん。幸せだぜ、お前。誰も途切れてないんだぜ、逆に取られれば。パパいなくなって、マックスいなくなったけど、レイチェルがいる。レイチェルいなくなったけど、マックスがまた帰ってきた。そんな素晴らしいことないぞ、お前。プラスに捉えていこうぜ。
ガレージに行けばカメラを直す工具があるはずだよ。クロエ、大丈夫？スパスパしてるよな。全然平気。ちょっと一人でまったりしたいだけ。これで出たらあれかな、カバネ変わるかな。クロエのパソコンから音楽を流せないのは残念。使って大丈夫かな。超楽しそう。おー、イエーイってなってるじゃん。超悲しそう。え、かわいい。超飛んでそう。ファンキーだな。おい、音楽聴くじゃん、まあ、おい。じゃとりあえず出るか。あ、どっから来たっけ。どっから来たっけ。あ、これか。最後来る、話しかけてみる。つい5年前までは親友だったのに。一人でまったりさせろよ。工具は1階のガレージ。クロエ、そんな子じゃなかったじゃん。もうここ出れば多分セーブされるでしょう。されないな、されないぞ。まだ見れる。でもガレージまで行った方がいいよな、これセーブ的には。10年は読まれてなさそうな本、つまんないもんね。あ、なんかあるよ、可愛い写真が。何これ。何も変わってない、私たち以外は。あー、出た出た、実家とか故郷あるある。この街は開くんかい。おい、開くんかい。クロエの両親の部屋だ。今日は覗きまくり。開くの。ちょっと待って、じゃあ終わろうかな一旦。なんで音楽聞こえんの。でか、バカでけえじゃん音楽。ここは開かないんだ。これはクロエで、他開く部屋ないの。トイレか。あ、小物ってあるね。じゃあ一旦終わるか。絶対両親の部屋になんかあんのよ絶対。何時再び故郷に帰れずと言うけど帰ってきた。じゃあまたセーブちょっとずれるけど、まあ動画撮る前にちょこちょこやれば終わるから。とりあえずじゃあ今回はここら辺で終わるわ。じゃあ、あとした。